なるほど。マッサンが見たら一体どういう風に思うのか。わかりました。の方が自然だなってなんか感じます。そうですね。文法的にはいいんだけど、ネイティブ感覚。はい。それはディスカバリー。ちなみにこれで東大受かるんですか。そうでは始まりました森チャンネル。さあ今回はですね、お久しぶりにアツさんにおいでいただきました。お願いします。はい、今回はですね、はい、なんとですね、アツさんに英作文ちょっと見てもらおうかなと。いやもうね、英作文の添削なんてしたことないですよ。そうですよね、うん、多分やったことないだろうなと思ってあえてやらしてみよう。あれやつね、なんか添削できるほどスキルないから多分大丈夫かなって感じ。なんか間違ったこと言っちゃったらどうしようと思ってるんだけど。大丈夫です、その場合は使ってお願いします。森哲さんいるか、森哲さんも添削プロだから。いやいやいや、そんなそんな、あ、ね、だってこの間もね、トイックスピーキングライティングって。ああ、まあトイックですから。いろいろ最近はね、英単語のアプリとか、ね、ああそうです、ディスティンクションアプリとか、あと発音のマスタークラスっていうのも、はい、ヒューストン大学の教授を作ったので、はい、やってましたね。はい、ぜひお願いします。チェックしてみてください。はい、そうですね、これたわしさんっていう方がですね、たわしさん、ああ、ね、出てらっしゃる、あの東大受験の、そうそうそう、東大受験の高橋さんが書いた英作文をですね、はい、アツさんにちょっと見てもらおうかなと思って。なるほど。アツさんが見たら一体どういうふうに思うのか。わかりました。やっていきたいと思います。うん、永遠に生きられたら幸せか。おお、深いっすね。どうでしょうね、難しいな。まあ出たことがあるやつ で僕も当時の東大の浪人生のクラスやってた時に毎年出してました、これ。あ、そうなんですか。浪人生たちに書かせてました、毎年。なんで、まあよく知ってるトピックなんですが。なるほど。さあ、はい、添削するとどうなるか。いや、どうなるかですね。はい、森哲さんが添削したらどうなるかも聞きたいですね。なるほど、なるほど。まずじゃあ一つ目、はい、見ていきますか。はい、I don't think that if you could live forever, you wouldn't feel happy. で、これ、wouldn't じゃなくて would ですよね。正解、正解ってなんか変ですね。なんだろう。そうですよね。意味的にね。そうじゃないと、I don't think って言ってるから思わない、もし永遠に生きられたら幸せに感じないというふうに思わないんですから。そうそうそう。あとね、なんか順番が、はい、I don't think that if you could live forever you'd feel happy よりも、 I don't think that you would feel happy if you could live forever の方が自然だなってなんか感じますね。はい、そうですね、やっぱ離れちゃうと I don't think の否定してる部分が would とかだいぶ離れてるので、だこれですね、他のネイティブにも聞いてみたんですけど、やっぱ離れてると違和感を感じる。ああ、そう、なんか違和感はあったけど、でもこれはなんでって言われたら説明できないなと思って。はい、なるほど。そう、そういうのもちょっと後で聞きたいですね。うん、なんでっていう。If you could live forever, you wouldn't feel happy って言ってるんですけど、うん、You じゃなくて We の方がいいなって思いました。ああ、なるほど、なるほど。これは話してる人がそう思ってるってことだから、うん、I don't think that we would feel happy、うんうんうん、if we could live forever で全部 We にした方がいいなって思いました。で、In my opinion, whether you can feel happy or not it depends on how many experiences you have of finding unknown things and learning from such things. で、これはなんか文法的にはかなり合ってる感じするんですけど、うん、ちょっといろいろあってて、うん、In my opinion, whether we can feel happy or not、うん、この can は別になくてもいいかなと思ったけど、うん、あってもいいかなって感じで、うん、happy or not depends on how many experiences you have of finding unknown things and learning from such things。 ちょっとなんか、ちょっとくどいんですよね。うん、で、もし自分だったらDepends on how many unknown things we can discover. なんか discover とか使うかな、はい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 、And how much we can learn from them、うんうんうん、にするかなと思ったんですよね。なので、Whether we can feel happy or not depends on how many unknown things we can discover and how much we can learn from them. で、such things が unknown things が言った後に such things がすぐ来るから、うん、なんか things, things っていうちょっと redundant な感じがあって、まあ単純に learn from them。そうですね、うん、そうですね。あと N が抜けてますね、 Learn の、はいはいはい、まあ、これはスペルミスなんですけど、ね、Learning になってそうですね。だから自分だったらそういう風に言うかな。もうオブなんだけど、これは結構ね難しいなと思うんですけど、うん、なんか感覚的にインな気がしたっていう感じがする。そうですね、 Experience in ING の方がオブよりも普通だと思います。あ、そうなんですね、はい、なるほど。まあ、もしくはイン取っ払っちゃう。ああ、experience doing ってことですか。そう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 。で、さっき喋ってたネイティブも discover の方がいいって。ああ、本当ですか。discover やっぱり嬉しい。はい、それも discover とか言って。あ、で、まあ、あとは unknown things が、これが一体何なのかが分からんと。
unknown things って何？ああ、なるほどね。行ったことない場所に行くのか。だから discovering new things の方がいい。そうだ。おお、同じ。本当ですか？はい、おお、来た来た。あのこういう絵が撮りたかった。よかったよかった。ネイティブ感覚。そうそうそう。このネイティブ感覚の添削っていうのを見たかった。あ、本当ですか？そうそうそう。全然ネイティブじゃないけど。まあ、ありがとうございます。で、As you get older、これも As we get older ですよね。で、You、あ、これね、これもさ、You experience various things。そう、things が多すぎて、ちょっとね、くどいんだよね。これも何って思いました。その僕、その things のところにハテナいっぱいつけました。ああ、これ何？さまざまなことってことですよね。だから、You experience various things and things you felt attractive during your childhood become less attractive。まあ、become でいいですよ、less attractive。まあ、文法的にはいいんだけど、例えば、Our experiences vary にするとかね。ああ。You experience various things じゃなくて、Our experiences vary and things you felt、まあ、これは we felt だけど、なんか we felt attractive よりも we found attractive の方が自然だなと思いました。ああ、なるほど、そうですね。だから、as we get older, our experiences vary and things we found attractive during our childhood become less attractive. あと、ネイティブが言ってたのは、feel をもし使うんだったら、felt attracted to にしよう。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。だから、experiences vary and thinksWe felt attracted to during become less attractive. なるほどなるほどなるほど。うん、まあ、あとは will 入れるか、will become にするか。そうですね。feel 多すぎって形ってあるんですかね。あることはあるんです。ですかだから、このたわしさんのやつは、あることはあるけどっていうのがいっぱい。ああ、そうなんだ。でも、あんまりコモンじゃないよね。そうです。だから僕も止まったんですよ、ここで。なるほど。アトラクティブってなんか自分がアトラクティブなんて感じ。I feel attractive って言えるかっていう話ですよね。そうそうそう。でも I find the attractive の方がなんか言うし、I feel attracted to は確かに使うか。そうそうそう。ちなみに attracted by だったらどうなんですか？ I was attracted by 何々。ああ。Attracted to はそれに向かって引き付けられる。ね、attracted by は何々によって引き付けられる。ね、なんか自分だったら by も普通に言っちゃいそうですけど、うんうん、結構多いですね、そういうのって実は。習ってる時には、この前置詞って習うけど、なるほど、実は OK。例えば、surprised at って習って、まあ、at じゃなきゃダメ。なるほどね。でも、by は×にされてるんですけど、いや、×とかあるんですか？×にしてる人います、やっぱ先生。でもね、他動詞の過去分詞って思えばね、somebody surprises somebody ですから。そうそうそう、別に by でもいいんですけど、そうですよね、結構、こういう感情系のやつって、by でもいいのに、by が×にされちゃったりとか、なるほどね、結構ありますね。まあ、それは添削側の問題ですね。うん、で、最後、thus、the ideaOf living forever leads your happiness isn't true. だから leads が普通に動詞になっちゃってるから、of を that 説に変えるか、うん、the idea that living forever leads your happiness isn't true にするか、of を残すんだったら the idea of living forever and it's leading to your happiness isn't true かなっていうふうに思いましたね。なるほど。自分だったら that's the idea of living forever and it's leading to your happiness、leading to our happiness ですかね。isn't true っていうふうに書きますかね。that 説にしますか？これあ、僕 that にしました。あ、なんかそれが一番最初の思い浮かびましたね。ちなみに森哲さん的に添削はなんか他にありました？はい、いや、もうそこのポイントです。全部出てます。やっぱ thing がほとんどかな。あ、僕は。そう、thing が多いんだよな。things を何指すのかな。で、まさに such things もすぐ them にしましたし。あ、あと happiness の s が足りないですね。あ、本当だ。最後はダブル s ですね。ハッピンズ。あ、そうですね。ハッピネスになってますね。The Philippines みたいな感じになっちゃうんですね。はい、そうですね。やっぱりそうスペルミス結構やるんで、たわしさんいろんな人に添削してもらいます。あ、そうなんですね。前は一ノ瀬杏先生にやってもらって、あ、あの全部満点の人です。そうそうです、さっき聞いてきて、あ、そうですか、どうっていう感じで、もう喋りたがりの人で。もう、いや、時間ない、添削してよって感じで、なんか自分だったら合格みたいな、そこじゃなくて、俺、添削をやってほしいって言ってるんだけど、もう完全に文章変えちゃったりとかされると、完全にもう、ニューパーソナルアドベンチャーズにするよとかって言ってました、アンノーンティングスを。いやいや、壮大ですね、何人ですか、その人。オーストラリアかニュージーランドか、そっち系の人でしたね。ブリティッシュ系はちょっとアドベンチャーズにしたがりなんで。アカデミックライティングにこだわる人で、愛から文を始めるなとか言ってたからね、I don't think から始めるんじゃない、それ難しいとこですね。どうなんですか、ちなみに実際。いや、もう全然トフルだったら何の問題もないです。それでも満点、全然出ます。ただケンブリッジ英検やった時は確かにやるなって言われました。あ、そうですか。ちょっと幼稚なんですかね。そうです。
だからこれですら If you could live forever, I don't think ここに OK とか言って頭に入れるなって言ってきて、ああなるほどね、あそういうことがあるですね、頭に愛を置くんじゃない、 If you could live forever, I don't think you'd feel happy、 まあこれも確かに don't と近くなるしっていうのは、まあ、なるほどなるほど、面白いですね、面白かったですね、 Become less attractive もなんか The things you like change significantly とかって言ってましたね、ああなるほどね確かにそっちの方がいいかもしれないThe things you like. でも things は使ってるんですね。そうそうなんです。なるほどね。ちなみにこれで東大受かるんですか？これはどうなんですか？ああ、何点ぐらい取れるんですか？この点数で例えば10だとした場合、いや相当低い。1分目で逆行っちゃってるんで。ああ、なるほどね。もうこの時点で、この時点で多分もう大減点。自分の言ってることと逆をつら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 書いてっちゃってるんで。何個ぐらいあるんですかね？70ワードぐらいですかね、はい、70ワードでいいんですか、ちなみに東大は、あ東大は全然大丈夫です、それ短いっすね、60とかですか、大体、あそうです、短っ、うん、いやそう、これ見た時になんて短いエッセイなんだろう、大学入試ってこうですからね、あそうなんですね、だからもういかにミスんないかっていうのと、うん、いかに自然だって分かってる表現を使うかみたいな、はい、分かりました、まさに今からはですね、はい、検索してもらいました、面白かったです、はい、僕も検索サービスやってるんですけど、おそうなんですか、まあ、そうですね、はい、やってみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。